おお。こんばんは。やっほー。こんばんは、みんな。やっほー。こんばんは。かわいい、ありがとうございます。もう眠くないよ、えなは。いや、眠くなくもないけど、眠いよ。やばいよ。なんかね、今日ね、まぶた4トン、多分。誰か乗ってるよ、えなのまぶたの上。ってぐらい、めっちゃ重いの。もうこんな、ずっと。だからえなの目の開けるなんて言うんですか、力は5トンあるってことで、ちょっといろんな人に乗られててめちゃめちゃ重たいんですけど、今日は誰か押してるんですよ。そうだよ、誰か押してるでしょ。えなのまぶためちゃめちゃ今日重たい。ということで、今日も頑張っていきましょう。かわいい、ありがとうございます。そうだよ、まぶたでトラック持ち上げれるからやな、天才っしょ。まあ、何が言いたいかっていうと、まあ頑張って目を開けてるよってぐらい。よっ。あ、はじめまして、初見です。ありがとうございます。ぜひ見てってください。バイバーイ。バイバイじゃない、見てってね。いや違うの、もうね、まあ1週間終わって体がついてってない。まだ水曜日って感じ。もうまだ体だけで言ったら、わかる？言いたいこと。なんかそういう時ない？体疲れすぎてまだ水曜日。ちょっと待って、なんでこんなさ、ショールーム時差激しい。あ、じゃ間違えた、間違えた。いや、そう、まだね、体がね、ついてってない。いやね、今ね、こんなことしてる場合じゃないってぐらい、やばい状況なんです。かわいい、ありがとうございます。アイヌじゃなくて、エナです。覚えて帰ってください。今日ね、そう、いろんな人に間違えるわ、じゃあ、今日。間違えるわ、じゃない。間違えられてるわ。えなって言うんです。かわいい、ありがとうございます。今日誕生日です。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアホニャララ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー。ということで、はい、おめでとうございます。何歳ですかとか言っちゃうけどやめとくね。もう なんか一人でつぼっちゃう。そう、えなたんです。覚えてくれたね、これで。ありがとうございます。名前呼べないからさ、ほにゃららって言っちゃうのおもろいよな。もう無理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 、引き笑いから離れれ。あ、えなじゃないです、今日誕生日。ファンの方が誕生日っぽい。
ぽいじゃなくて誕生日らしい。おめでとう。いや、なんだっけ、今なんか言おうと思ったけど忘れた。あ、そうそうそう、体が疲れてるっていう話なんだけど、いや、じゃあマジでちょっと演技の話はあってするから、ちょっとあの体の話させて先。なんかもうめちゃめちゃ暑さと、もう久しぶりに動いてるから疲れまくってついていけないのよ。バラとハートありがとうございます。そう、なんかもう汗滝よ。自分の体滝ですかってぐらい流れてくから汗。なんで、あ、充電してなかった。いや、エアコンしてないよまだ。ハートありがとうございます。あ、本当今涼しそうな顔してる。涼しそうに見せてるね。今日やばいよね。じゃあ今日の最高気温を調べま。え、なんかありがとう。え、なんか久しぶりに推薦コメントを見てた。見てたっていうか今下にスライドしてたら出てきた。書いてくれてる人ありがとう。エラの滝に打たれたい。嫌だよ絶対。汚いけど大丈夫そう。大丈夫なら全然いいけど。ん、今何調べようとした。あ、そう、暑いっていう話。33度って書いてあるんだけど、そんな高いことある。バラありがとうございます。初見です、ありがとう。なんかすごいアンコンしてる。ね、すっごいよね。熱。ブラボーありがとうございます。明日はチナ30度。でもさ、30度でも普通に熱くない？ね、熱っ。あ、いや、やらかした。えな、今日自転車の、なんだっけ、空気を入れなきゃと思って、入れようと思ってたのに忘れちゃった。あ、めんどくせ。ごめんなさいごめんなさい、何も言ってないです。えなは日焼け止め毎日塗ってるんですよ。でもなんか最近さ、サボりすぎてさ、なんだっけ、スプレーしてんだよね。ちょっとマジやめた方がいいと思う。直すわ。いや違う、あんまり大したことって言うじゃん。大したことないなって思うじゃん。でも、ね、今日の朝入れろってママに言われたの。だけどめんどくさいから嫌だって言って、えなは自転車の空気を入れずに今日は学校にいたんです。で帰ってきたら入れなきゃと思って、でも暑いから夜にしようと思ってたらサボった。あと、ありがとうございます。いや、明日じゃあかんの。そりゃそう、マジ明日入れるわ。じゃあもう明日の朝早く起きるから。なんかさ、ギアみたいなのあるじゃないですか、自転車って。なんか服が伸びちゃった。うん、明日学校あるんです、それが。いや、なんかそう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 、で何の話してた、もう忘れちゃった。うん、何言ってた。
もう頭がついていかない。あ、そう、あ、そうそうそう、ギア調節の話してたの。そうで、ギア、ギアあるじゃん、なんかあれのそのギアのところってさ透明じゃん普通。でもそのギアのところがエナの自転車っていうかママの自転車だったんだけど、もともとそれがなんかめちゃめちゃ濁ってて茶色くなってるって言ったらあれだな、なんか汚いって思えちゃう。黄ばんでるなんていうの、黄ばんでるって言ってもまあ汚れてるってことなんだけど、なんかそんな感じで黄ばんでて見えないの。え、なにクリアじゃんあれって、わかる？なんかちゃんと数字が見えるようになってるじゃん。あ、そうそうそう、段階の数字が全く見えなくて、エナの自転車なんか5なのか2なのか、ギア変えても全部一緒なの、同じ数字になるのだからなんか全部5に見えて、え、今5で漕いでんのと思って、めっちゃ軽いやんと思ったら2で漕いでたっていう。でもあのさ、そのギアのなんていうのやつわかんない、全然何がどう、なんかママが曇ってる、軽さでわかるでしょって来てる、ね、もうなんか軽さとか全くわかんない人だから。6段階じゃない、そうだよね、6段階です。ブラボーありがとうございます。いや、なんかさ毎日乗ってたらさ自転車のプロになった気分になってる最近。なんかカーブがめっちゃうまくいく、だからエナは自転車漕ぐのが上手です。ママに冷房入れていいよって言われたけどまだ閉めてないからいいや、めんどくさいからやめとく。そう、え、立ちこぎめっちゃ好き派。こんばんは。こんばんは。え、一番前でね、毎日こいでたら足が太くなるの？だから今2で漕いでる最近。坂は多くないけど、じゃあさあね、じゃあさあね、いや、なんか聞いてほしいことがあって、えな、自転車ってカゴついてるじゃん誰でも。でなんか友達を駅まで送ってから他の友達と帰るんですよ、自転車に乗ってる二人でね。だけどえな、リュックで学校行くじゃん、えな、リュック背負いながら自転車こいでんの。だからカゴにリュックを入れずに友達にリュックを入れさせてあげてるっていう優しさ、素晴らしい。うん、登山リュック最近使ってないですよ。素晴らしいよね、これは。エアコンつけるね。うん、アピールしたかった。優しいやろ。お、すごい。ミラーボール、なんかさミラーボールされるとさいつもさびっくりしない？エナだっけ？エアコンの温度ってさ何度が基本？ 28？27？ こっち
ついてんの？ついてんのか。まあ、いいか。27。じゃあ27にするね。このエアコン使うのマジで久しぶり。じゃあ話題を変えます。15分になったから、暖房になってないって言ってるけどね、これはちゃんとね冷房マークがついてるよ。ママ73日ってかさ、73日って普通にすごいよな。もうすごいすごい、風がすごい。ということで15分話します。さっきからね言ってるんですけど、言ってるんですけどっておかしい、言ってくださってるんですけど、女優の話をしましょう。めっちゃ臭いんだけど、まあいっか。今日の見ました、みまさん、みまさん、みなさん、どうでした？え、お、来てた。きみちゃんよかった？きみちゃんお疲れです。てかみんなお疲れ様です。ってすごいよね。エナもやるんですけど、何日からだっけ、ちょっと待ってね。5日から7日じゃない、間違えた、それは今日からだった。12、13、14の8時からズームで見れるのかな。風がすごい。で14日の日曜日がの9時からが打ち上げトークショーらしいです。なんで皆さんよかったら見てみてください。すごいよね、なんかさ自分がさね演技なんかずっと思ってなかった。てかしてきたことないから今まで、急にコメント来ないのやめてるし、全日程見る、ありがとうございます、嬉しい。すごっね、風すごいよね、絶対これ強いわ。楽しみですね。楽しみですかみんな。えな、なんかもうさどんな感じなんだろう、緊張しすぎたって感じ。うわ落ちた。全日程出るの？出ますよ、っていうか来週の分って感じ。かわいい、ありがとうございます。そうなの？また演劇部なんですか。なんかさあれですね、エラもさ演技なんかしたことないけどさ、学校でっていうか演技のなんていうの、滑舌はやったことあるから、ちょっと頑張ります、滑舌よく頑張りたいと思うんで、皆さんぜひ見てみてください。ちゃんとできるかなって感じで頑張るんで、
ね、緊張するけど頑張るよみんな。うん、緊張しないで、多分あのそこまで緊張しいな人じゃないから大丈夫な気もするけど、なんかあれなのよ、なって緊張しいの種類があの前日っていうか当日になれば何とも思わないんだけどって感じ。ファイトありがとうございます。頑張るんで皆さん見てくださいね。ファイトありがとうございます。確かにそれはそう、想像つかんよね。えのも想像つかんもん自分で。うん、笑顔封印、いやそうやで。なえなの真顔でみんなが笑わないかなって感じ。あ、そうなの。 SKE ファミリーを落として買うと 2割お得らしいですよ皆さん。これありがとうございます。らしいよみんな、これはいい情報だよ。あれですよね、ファンクラブなのかな。バラありがとうございます。あ、バラじゃなかった、これバラとだるまありがとうございます。まあとりあえず頑張るか。もうダメだよな。楽しい、こういうことするの。確かにそれな、あんましないですよね演技って。見たことないでしょみんな。なのでなんか首を長くして待っててください。合ってんのかな、首を長くしてなの。うん、なんかとりあえず待っててください、来週まで。水木金違うか、木金土、うん、金土日だ。なので金土日待っててください。19歳になれると思います。えなはだって19歳でしょ。19歳みたいな顔してんじゃんみんな。そうでしょ、えなの顔19歳みたいな顔してるでしょ。だから大丈夫でしょ。なんでみんなえって言ってんの。だから19歳みたいな顔してるよねって話。違うよ、9歳じゃないわ、やめとき。いや違う、メイクしたら19歳になれるから楽しみにしていて。最近このなんていうんですか、16歳の顔しか見てないからみんな。あ、そっか、19歳アオミと一緒なの。みっちゃん、みっちゃんアオミとか一緒か。あれ赤堀は17 18か。まあ大人な顔を一面が見れるということで
まあ珍しいチャンス、珍しいチャンスですよね。顔が大人っぽくなる。金ちゃんの学年は19歳。あ、そういうこと？じゃあな、お姉ちゃんと同じ年なのか。姫と同じ年、同じ年、同じ年ということ。大人になったら見れるっぽいですよ、皆さん。まあでもね、顔つきが大人ですし、えなは。でもなんかさ、割とさ、前よりはさ、大人みたいな顔してない？いや、実際のとこ行ってみて、本当に。え、わかんないけど。なんか。おい、なんでだよ、みんな。全く感じないの。でもなんか、それはそうって言われてる人もいるし。ノーコメント、やめとけやめとけ。まあそれはそうだよ、加入した頃に比べたらまあ大人にはなってるし。嘘、小悪魔な感じする？全然そんなんじゃない。まだベイビーなアスカやな、はみんなにとって。じゃあ今はベイビーから何？ビッグベイビーに変身します。何？大人ってなんて言うの？わかんないけど。何？内面を知ってしまったからって言われてんだけど、内面そんなこともないな。あ、レディー？レディー？レディーになります。3日間だけ。そしたらまたベイビーに戻るんで。皆さん。ベイビーに戻る時も、まあ、顔が変えられるということで。まあ、いいことじゃん、これは。顔が変えられるのは。だってみんな赤ちゃんベイビーの、赤ちゃんベイビーだってベイビーフェイスの方が好きですか？わかんない。じゃあ大人フェイスが良かったら大人フェイスになる、ずっと。赤ちゃんベイビーにね、もう戻りたいと思います。動画をですか？動画をじゃない、動画なんですかな。バブー。ね。はい、ということで59分になりました。本日も30分が過ぎました。はい、ということで今30分になった、あ、30秒になったので、また明日、また明日って会いましょう。ということで明日は早歩きして自転車の空気を入れます。ということで皆さん、さようなら。またね。